ワールの札付け勘弁捨ててマイナスマイナスからのプラスにダンスも知らずに夢見て下積み痛すぎ言われたあの頃中止涙流したって舐めた泥水いつかはシャンペンに帰るプロミスストリートライブ後食べてた100円のうどんすらメンバーと食べればメンタル上昇気流春をかけるぜまるで馬のように8888容易ないよビリみんなばらけても魂はくぐよ My man 中央は余裕は残ろうと違うだって視野も大使も敵にも味方にもティアも入り for rights カメラアクションで今日もスター夢は見るより掴むさ孤独な夜が明けるまでがむしろに走り続ける星空を睨みつけてショー Just away Just away その声が響き渡って野良犬たちが群れをなすパークなりふり構わない足根を今 Shadow sound Shadow sound カラフェイ肩の浮かもないわちょさい名もない空っぽのまさい全て満たせられた上見で気づけなくて後ライフをリサ目の前闇でそれまでの真上聞かない見えないこの先の夢なんてふざけたことを抜かせだってマジで価値観の不干渉さ日に日に失う自信に毎日レジレジ富岡永遠にそう何が目的で生まれた意味を探すサビに出る覚悟決めフィア俺を探すために迷い込むプラン Come back myself 全てゼロにして一を見つけた孤独な夜が明けるまでがむしろに走り続ける星空を睨みつけてショー Just away Just away その声が響き渡って野良犬たちが群れをなすパークなりふり構わない足根を今 Shadow soundはい、ナイトパークの方をね、聞いてくださいました。皆様ありがとうございました。この、ナイトパーク、まあ、今回、翔太正、かける、検索岸田ということで、初めてコラボレーションをして、曲をやってみました。まあ、正くんで、ね、アーティスト活動も行っていて、自分も自分で、まあ、アッシュベリーという、ロックバンド、やりつつ、まあ、今はね、検索岸田としての名義での、ソロでの活動、まあ、こちらは本当歌とダンスとか、まあ、パフォーマンスに特化したような、携帯で、行っている検索岸田ダンサーズタイプ KDT っていう形であったりとか、まあ、あとは本当こうね歌いバラードとかで、ピアノの方だったりとか、ね、ギターの方とかと毎回やってるような、歌に特化した、まあ、いろんなこう活動をやってる中で何かこう自分が今までやったことのないやっぱり音楽での形にしたかったなっていうのがすごくあってで今回このナイトパークに関してはラップということでねこういった形のやったのは僕結構初めてでまあそもそもがマセショウタとの出会いっていうのはヘルプマークというねまあ、目に見えない、部分に障害を持たれている方が、私は、僕は、そういった障害を持ってますっていう目印になるようなマークなんですけれどもそれを啓発してる、時に、彼と出会ってで、まあ、彼はその時はもうああそうなんだヘルプマークっていうのがあるんだぐらいのね感じだったらしいんですけれどもまさかその数年後に、数年もいかないか1年後ぐらいかなに自分自身がヘルプマークを持つ、立場になってしまったとっていうのもまあ10万人に1人のね、脳動静脈、奇形かな、っていう、難病をね、抱えていてそれでまあなんか変な縁で、お互いねまあもともとこうダンスをやっていたりとか、まあ、音楽の方もねまあ、ブラックミュージックも互いに好きだったりとかででなんかこうプライベートとかでも遊ぶようになったりしつつ
まあ、自分が曲をね、ショータイムという、まさにマセショータなんでね、ショータイムっていう、曲をメッセージソングとして、まあ、彼にね、まあ、送ったのがきっかけで、まあ、さらにこう音楽に関していろいろとお話するようになったり、まあ、本当に、まあ、気持ち、メンタル的な部分もそうだし、体もそうなんだけれども、元気になって、また、笑顔でステージに踏めるようになったりするような時があったら、一緒にねライブやったりとか活動もしたいし、でまあその中でもちょっとね密かにこういうことができたらなと思ってたのが、まあこういったコラボレーションだったんですけども、まああの頃に比べてなんかこうマスクも元気になったし、まあまずはねコラボレーションができたっていうのはすごく嬉しいです。でその中でもう本当にこれは後から知ったことなんだけど、自分はもともとちょっとホームレスの経験がありまして、家なき子の経験があって、公園という場所にで、どうやらマセ君も、過去にその経験があると、ってびっくりして、でまあどういうことがあったのなんてお互いにお互い聞いたんだけど、話した時にまあ本当に共通のね、彼も代々木公園のホームレス経験があるって言ってたんで、みたいなのがあって、結果的にすごくこう自分にとっては財産になった経験だったんですね。まあ辛いしもう二度としたくないですけれども、でもそこで得たこと価値観がすごくなんか自分にとっては今生きる上でとか、今自分が音楽をやる上ですごく重要なポイントだったなって思ってます。まあそれこそ本当に人生の分岐点になるぐらい、いい意味でぐらいのものを得れた期間でした。で、大間瀬くんもね同じくやっぱりあの期間があったからっていうのがすごく言っていて、まあ絶対誰かに勧めたりはしないんですけど、ホームレスってことは価値観って例えばそうですね、電車に乗れない、切符の買い方がわからない、でそういう方だっていらっしゃるじゃないですか、大人になっても。でもそれって電車にも乗れないの、切符も買い方もわからないのっていう、なんかこう見られ方ってするけれども、でもそれってその人の価値観であって、もし仮にやっぱり電車に乗ったことがない、切符買ったことがないっていう人、その大人になったってなれば、それはやっぱりわからないと思うんですよね。まあこれは極端な例ですけれども、そういう意味で言えば僕はなんかこう高校を卒業してすぐにこう芸能の道に入って、でまあアルバイトとかね、まあそういったこともあまりやったことなく、でまあすぐにそういった、まあ、芸能っていうね、もう自分の身の丈に合ってないようなステージを踏ましていただいたから、なんだろう、僕で言えば切符の買い方というよりはありがとうございますとか、まあざっくり言うと感謝ですね。感謝っていう価値観が僕には欠けていた。なんかこう普通にこう生活を送っていて、普通にこう歩んでいると、なんかこう自分の生活の中で当たり前だったものっていうのが、なんかそこにやっぱり当たり前って言葉なんかないんだけど、そこに感謝を忘れてしまうし、で感謝すべきことなんだって分かっていても、どう感謝していいか分からないっていう、これもなんかちょっと伝わるか分からないですけれども、まあ、でもなんかすごくそういう意味で言えば、ホームレスっていうねことになって、お仕事もない、お金もそこをつきました。で、ね、助けてくれる人もいない、友達もいないっていう中で、まあ、自分には何もないっていうところで、そのゼロ、いろんな意味でゼロになった時に、自分は果たして何かを見つけられるのか、でその見つけられたことっていうのが多分僕にとっては生きる意味になるだろうと思ってたんで、まあそこでね音楽っていうものを見つけて、まあまだまだなんですけれども、今年は現在も活動してますんで、すごくこのナイトパークではちょっと暗い曲、まあ僕とかマセ君とかも普段ね明るい性格だったりするんですけれども、こ
このナイトパークに関しては互いのそういう部分で言えば闇ってわけじゃないんですけれども、すごいなんかこうエンターテインメントとして人に見せるような自分たちのなんかテンションとかそういうものじゃない部分をすごくなんかこう掘り下げて、それをこうリリックに起こして形にした曲になったんじゃないかなっていう。だから多分もう何曲も何曲もこういったナイトパークみたいなことはやらないと思うんですけれども、なんかいきなりこうね元気で笑顔でみたいなところではなく、すごくなんかこの互い僕自身もそうですけれども深い部分のところっていうのを、やっぱその当日は全然笑えなかったですし、まあもう本当何クソじゃないですけどもね、本当に野良犬魂じゃないですけれども、絶対ここから這い上がってやる、絶対ここ抜けてやるっていう気持ちでこうね、そのためにまあ拾ってねゴミ箱のもの食べたりとかも本当にあったし、でもそれは本当にすごく自分にとっていい経験になってて、そういったすごくちょっとまあ暗い曲かもしれないんですけれども、すごい自分の原点みたいな部分で言えばすごく曲に起こせたんじゃないかな、心の魂みたいなものも乗せられたんじゃないかなって、思ってます。はい、まあ一応作曲の方をね自分がさせていただいて、まさくんと一緒にやったんですけれども、そんなナイトパークもたくさんの人に聴いていただけたらなって思いますので、ぜひぜひ聴いてください。以上、検索したでした。